どうもどうもということで、まあタイトルの通りなんですけど、ちょっとかっぱ寿司にね行ってみたいと思います。なんか場所によっては10時間待ちとかあるらしいですよ。本日限定、店内飲食限定で全品半額らしいです。110円の寿司が55円、300円ぐらいのも150円とかになるらしいです。ちょっと行ってみたいと思います。まあちょっと実際はね食べないと思います。てか食べれないと思うんで、で食べれてもほら店内配信電話されるからできないし、まあ、実際はその行列を見に行く感じですかね。どんだけ並んでるのかっていう、まあ、実際は食べれない、そんな時間、待てないし、あとあの結局食べるとこも配信でね、あの電話されるから映せないから、まあ、基本的にはどんだけ並んでるかを見に行くだけの配信になると思います。はい、ということで、じゃあちょっと今夜が山田さんかっぱかっぱ、まずさん通報入るぞ。じゃあ秩父にあるんで秩父に行ってみようかな。まずかっぱ寿司秩父店に行きたいと思います。しんさんおかしなことしたらすぐ通報するから。 SS アットさん養分キツネだから600分かって信じてくれなかった。あのね、なんかね10時間とか並ぶらしいよ。関係なく電話されるでしょわら。10時間とか並ぶらしいですよ。夜間が予算出発10時間とか、チュールチュール音符R のケーツ音符10時間とか並ぶとこ並ぶらしいです。シンゴちゃんご安全に、シャベルチアーベルさん安全運転で、アルフレッサさんピロピロ開始、日大さんピロピロ来るで、関吉恵を愛した男さん今日限りかよ、今日限りっぽいね。ビアンおしさんレッツゴーバックスラッシュ、あやこうさんカッパフルごときを生放送するって通報されるってわら。ピエール地区さんカッパ、カッパ、カッパ、カッパのマークのクーパ寿司、食べれないと思うけど。エミさん10時間はやばい。シャミーさんチュールチュールRのケース。現地のね状況ですよ。どんだけ並んでるかっていうのをちょっと見に行くっていうだけの配信になると思うんですけど。ビントアイズさんピロピロ来るぞ。カズさんピロピロ来い。朝さん2時間でも並べないわ。今夜が山田さん金馬へ、カッパ、カッパ、カッパのマークのクッパ寿司。便器さん並ぶ時間考えたらマイナスだろわら。いや、どう考えてもね。薬師寺庵 B さんナック後に怪しい人として情報を垂れ流したわ。新さんおとなしく家にいろよ。狐親玉さん1個だけ。シャミーさん慎吾さ悪いけどさ家出てってくれ、もういいから食ったもん下げろってんだよ。ヨタ野郎が出てけ、どんでんどんでん笑い事じゃねえよ、クソ野郎金返せよ。日大さんそらそうよ、ウサギさん面白そう。カズさんカッパ、セイロ丸さんどこのカッパ寿司も待ちかね。チョコビさんカッパ寿司にカッパ車ゲンル。あやこうさん、いや、あんたのことやのうて、現地の状況を放送してるアホがおるって、通報されるってばわら。日大さん、関さん。あやこうさん、忙しいのにあんたのノートを警戒しなきゃいけないって、業務妨害になるでわら。新さん、よしえ連れてきいよ。セウコロナ、ゆいしさん、インターネットジャーナリスト、ハゲシンコ。シャミーさん、ピロピロぶ殺すぞ。脱税配信者はふわっちから出てけ。さん、まさか秩父店行くの。カズさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。20道快速さん、秩父方面の店か。関吉恵を愛した男さん、ファミマお寿司食べました。ちょっと雨降ってきてる。薬師寺庵 B さん、サック終わりんご3にお客が移されてるって電話されるど。脳みそ中腸絶叫絶定異端組合さん、現在秩父店46組待ち。シャミーさん、チュールチュール音符R のケーツ音符。関吉恵を愛した男さん、言う。日大さん、グレートインディアン赤心。ザブーンさん、秩父店少ない。新さん、46組待ちで行くのか、アホだろ。狐親玉さん、口が、検閲記号で隠されている赤い顔。
チョコビさん暇だからできることだな。シャミーさんチュールチュール R のケーツ。今夜が山田さんちょうど昼狙ってるな金馬へ。朝3:46か。薬師寺アン B さんキムチチゲクー配信。ももさんへ、店内で食うのか？関吉へを愛した男さん、バイバン。ちょっと雨降ってきてるな。シンさん、鬼滅の刃でも見てろ。シャミーさん、チュールチュール R のケーツ、チュールチュール R のケーツ、チュールチュール R のケーツ。関慎吾、あとは、刺激資産 R のケツの穴舐めるのに50万円出した関慎吾。場所によるよね。人集まるところだと多分ドカッと集まっちゃうだろうけど。脳みそ中長絶叫絶定遺憾組合さん現在秩父店51組待ち。今夜が山田さんだった。カッパ、カッパのマークのクッパ寿司金前。何時間とかコースだとは思うけど。クーモフモフさん並ぶのではなく予約制なんじゃないの。エミさん車も止めれないだろうしね。確かに車も止めれなそうだよな。ショコビさん800万請求されてる男関慎吾。シャミーさんカッパのコスプレしろよ受けるぞ。シンさん路中したら即通報。あ、前の車もノートじゃないか。マサさんリスナーさんがもう並んでるの。前の車と俺の車一緒じゃないか。あれノートって書いてあるぞ。ケンタさん訴えられてるのに寿司食おうとしてて草。前の車と俺の車一緒だろ。セキシンコアとアブルッチ劇持参800万請求わらわらわら。日大さん色違いセキシン。イントーアイズさんぶつけようぜ。今夜が山田さん2連ノート金馬へ。薬師寺アン B さん吉江に金馬を土産で買って帰れよ。チャチャさんお客を盗撮するなよ。ターボくんさんあんたのはデスノート。コラエンドさん同じ車いると少し気まずくないか。関吉江を愛した男さんピーニースピーニース R のマウンコ。同じ車採択さんの手だよ。リューバウさんおそろ。ツッキーニさん共通点を探すのが得意だなわら。ザブーンさん春日のノートは事故歴あり。シンさんまたパトカーのお世話になるだろう。今夜が山田さんデスノート W 銀馬へ。ももさんそっち雨こう取るやん。エミさん車でどれくらいなの。関吉江を愛した男さん。しかも今昼時じゃんね。雨なの？シンさんおそらくカッパ入れなくてマクドナルド配信になるだろう。薬師寺アン B さん夜ルーピーレポートよりシュール。日大さん関さん誰のがれサスケさんマクドナルドだろうな。コラエンドさんそんだけ混んでるとこおったネタが出てきそう。母国の韓国料理食ってこいよ。ゼロミミッキュー東京版さんを気をつけてくださいませ。バナちゃんさん雨降り名人。関吉江を愛した男さんアナル。脱税配信者はふわっちから出てけ。三合同会社クリエイティブって関慎吾の家。便器さんバイトの子大変だろうな。シャミーさん、ね、誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。 J さんメスゴリラの尻なめ。シンさん東京って雨なのとか聞いてるドアホだろ。秩父だぞ東京ちゃうわ。今夜が山田さん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス金馬へ。コラエンドさんカッパ寿司といえばわさびナスがうまいよ。リューバウさんカッパフェイスわら。一大さんふわっちの発音わら。イントーアイズさん合同会社奇跡クリエイティブが超ホワイト企業って書いてあるぞ。バナちゃんさん何十時間待つ予定。
脱税配信者はふわっちから出てけ。3車のナンバー1286。ズッキーニさん半額って持ち帰りはダメなの？狐親玉さん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。シャビーさん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。オワリンゴさん皿洗い手伝って。じゃんけんぽんさんおはよう。匿名花火師が花火をプレゼントしました。本当に花火本当かな。 J さんタコ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 焼きバンコマン。薬師寺庵 B さんハエ吹雪の中でバーベーハットをかぶってキュウリを加えたカッパフェイス。ブタタラさんおはよう。カッパに行くの？関吉恵を愛した男さん。クラス氏のシャリコーラうまい。せいろ丸さん雨で何時間も待つのはつら。キクラゲさん全商品半額キャンペーン中のカッパ寿司横浜に今着いた。待ち時間410分だって。やばすぎやろ。もう晩飯だわな。日大さんわら。J さん赤信号初めてカッパと名付けた人のセンスは素晴らしいと思う。シンさんどうせガリを大量に食ってごまかすんだろ。オワリンゴさんわらわらわら。コラエンドさん7時間待ちは草。誰のがれサスケさん花火をプレゼントしました。アイカさん延長チケットって85円になるの？じゃんけんぽんさんシンゴさんスコー匿名花火師が花火を3個プレゼントしました。本当にそんな人いるか。チョコビさん雨に打たれるカッパ。桃さん店員さん休憩取れるんかね。日大さんあるシンゴもセンスあるわ。20道快速さん待ち時間410分早ばすぎ。ゴンプトシさんカッパがカッパ寿司行くだ。イントーアイズさん関川さんは退職官だから嬉しいね。今夜が山田さん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。金映え金映え。シャミーさん吉江の怒号吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。吉江の怒号吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。クーモフモフさん全部来てない。せいろ丸さん待つつもり。シンさんうんこ自演した方が閲覧稼げるだろ。じゃんけんぽんさんスコー。関吉江を愛した男さん。ぼっぽいブリブリのガールさん。ターボくんさん花火上がりまくってるやんけ。コラエンドさん風船すら来てないぞ。シンゴ来てないでしょ。 J さん関吉江は長瀞の最高権力者ってほんまですか。ヒカファン3点に入らなくても待つだけでも配信としては映えそう。イントーアイズさんスターマインをプレゼントしました。本当薬師寺庵 B さん花火をプレゼントしませんでした。絶対そうだ。そんな来ないでしょ。ショコビさんスターマイン来たぞ。本当に来た。やったー。マジでさん今さ車乗ってるじゃん。やったー。ガソリン使ってさ。それお金かかるよね。いくらくらいかかるの？高くない。匿名花火師が風船をプレゼントしました。やだー。本当かなー。あと後で見ますね。J さん、シンゴさんは、P を使いでーな女なら何でもやれるんすか。シャミーさん、ヨシエの怒号吹雪の中で、バーベーハットと打って、キュウリを加えたカッパフェイス。海さん、わらわらわら。クーモフモフさん、一つも来てない。来てない。バカなことやって、A で働けさん、うんこをプレゼントしました。ミノモンタさん、花火ナイス。カスケードさん、スターマイン来たわら。アイカさん、花火1回来たました。ミノモンタさんすごいな。なんでこんなに上がるのか。エクスプロイトコードさんカウボーイハットをかぶって笑っている顔。今夜が山田さん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイス。金映え。 J さんお前がお前がアラブの石王。ターボくんさんエアーマイン来た。これ気ままに。さんシンゴちゃんアイテム来てないよ。クラゲさんカッパ寿司の横浜店マジでやばい。待ってるところクソガキどもが騒ぎまくってて、クソジジイらが険悪なムードてかカオスだわ。逆動し殴り合い始まるぞ。これ410分待ち続ける自信なくなってきた。ミノモンタさんお前が青マイガー。チョコビさんわろた。キャットさんわら。レアルさんわら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 。ジェイオンさん来てない。クーモフモフさん花火どころか何巻きてない。オワリンゴさんわら。ポコさんお前が。生菩提人さん生菩提人さんがスターマインをプレゼントしました。20道快速さん来てません。
関吉江を愛した男さんアイテム来てない。来てないじゃないか。ツッキーニさんマクナゲヤム TK さんわらわら、ヤッチさん来てないよ。ヤクシジアン B さん KP を捨てました。シャミーさんスターマインを100個プレゼントしました。じゃんけんポンさんアイテムアザマース、じゃんけんポンさんアザマース、ヤンさん裁判官がスターマインをプレゼントしました。ジニジンさん水沢誠二をプレゼントしました。コラエンドさんわーわー言うてるけど未だにアイテムゼロやでわら。テルさん吉江さんをこの前見かけた。コンフトシさん2万円ぐらい飛んでるかも。 TK さん花火をプレゼントしました。 J さん親の財産を食い尽くすちょろいぜ。モグさん髪の毛をプレゼントしました。じゃんけんポンさん空気読めよ。シンさんカッパなんてシャリが小さすぎて寿司とは言わねえ行くだけ損。生菩提人さん秋山桃之助は実は檻の別赤。豚たらさん同じ車。メイさんいいね。桃さん半額とか薄利多売にも程がある。バター健太郎さんともぐい。J さん関慎吾の髪が薄利多売。今夜が山田さん誇り吹雪の中でバーベーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイスキンバエエエエ。20道快速さんデニーズパンケーキ食べ放題事件の再来か。エレノアさんあと2で1円になるよ。チョコビさんもうつく。イントーアイズさんに西翼をプレゼントしました。 J さん吉江さんって引っ越しおばさんに似てる。テルさんまさか俺がこの前行ったカッパに行くのかな。カウンター席で食べた。もうパトラッシュだよ。サンガールのケツをプレゼントしました。ターボくんさん爆走いらねえわら。じゃんけんポンさんあのね、雨降ってると車運転するの難しいんだよね。それを何運転なんかして大丈夫なの。匿名花火師が花火をプレゼントしました。関吉江を愛した男さん前の1185万円の松茸あるけど、よさんの松茸1000万で売れるよ。生菩提人さん慎吾はベテランなんだからナイスでネイビーやつけてくれよ。秋尾さんカッパ寿司廃棄が多すぎての苦肉作戦なんだな。プアさん前いい車だな。 J さん慎吾が風呂場でバーカバーカ言ってる YouTube 動画が一番好きです。またやってください。関吉江を愛した男さんじゃんけんポン嘘ついてる。ヤンさん紙吹雪の中でスタンド壊したピロピロ慎吾。シンさんリンと森吉幸と3人で喧嘩配信しろよ。生菩提人さん配信歴15年のお前がにわかのネイビーにナイス負ける役ねえよな。じゃんけんポンさんえええええうえうえええええうえええう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 えええ。桃さんてか急に寒くなった。 J さん関慎吾の松茸5センチ。匿名係長ただの花火師さんカッパ寿司最近見なくなりましたわら。あやこうさんボラれたイエローハットだわら。じゃんけんポンさんアザマース。イントーアイズさんがスターマイン来た。桃さん本当に花火来た。え本当に来た。気ままに3拍手色白の肌ピカピカ。本当に来た。拍手色白の肌ピカピカ。拍手、ね、色白の肌ピカピカ。拍手色白の肌ピカピカ。 J さんが風船どうも。今夜が山田さんでスノートキンバエエ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 。シャミーさん今ラジオ君に69くあや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 あマサイそんなに激しくされたら行く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 行っちゃうよ。終わりんごさんはアザマース。生菩提人さん来てねえよ。あやこうさん140なんか中。あきおさん来たよ。チョコビさん本当だよ。本当。じゃんけんポンさん匿名係長ただの花火師さん花火をプレゼントしました。本当かな。ちょっと後で確認します。ふもふもさん花火一つ上がったね。しんさん相原連れてきよ。あいかさん花火来ました。ひかはんさん閲覧多くね。ターボくんさん来てない。J さん関慎吾の頭ピカピカ。これ多分来てるやつだな。20道快速さんガチスターバイン来ました。やっとこう一応。オーマイガーオーマイガーオーマイガー。バスケートさんマジで来てるわら。ビッグイセーサートワーク。サーズ嫌だー。まだ20分はかかるだろわら。ポコさん森吉幸が杖を3本プレゼントしました。
姫アットにイアンオシさんスターマイン来た。テルさんこの道よく通るそろそろ着くね。関慎吾アットアブルッチ劇持参花火をプレゼントしました。生菩提人さん拍手、色白の肌、ピカピカ、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 あー本当にスターマイン来てたー、ありがとう、やったー、マジックショー持ってた、やったー、拍手、色白の肌、ピカピカ、拍手、色白の肌、やったー、拍手、色白の肌、ピカピカ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 。あやこうさん、カッパスし秩父店もう通報入ってるな。くーもふもふさん一つだけはなびきてる。りゅうかりあいゆうかさんまた訴えられるのか、わら。今夜が山田さん誇り吹雪の中で、バーベーハットと打って、キュウリを加えたカッパフェイスキンバエ。じゃんけんぽんさん、しんごさん、スコー、特命係長ただの花火師さん、花火をプレゼントしました。ももさんが、これスターマインか。シャミーさん、よしえの怒号吹雪の中で、バーベーハットと打って、キュウリを加えたカッパフェイス。20道快速さん、連投来たよ。J さん、ハゲ隠しの帽子どうぞ。姫アットに、イアン推しさん、ナイス押したよ、バックスラッシュ。ミキオさん、予約したの、カッパスし。シンさん、カツラを、プレゼントしました。オワリンゴ、サントランプ、バーザバース。関ヨシエを愛した男さん、お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、Windows、ビルゲイツ、ソフトバンク、孫正義。じゃんけんぽんさん、オス、オス、オラゴクル、オス、オス、オラゴクル。さて、私は誰でしょう。関ヨシエを愛した男さん、荒らすな。リュウカリアイユウカさん、うざいなぁ。脳みそ中超絶叫絶定異端組合さん、現在秩父店55組待ち。J さん、シンゴの頭ピカピカ。チョコビさん、緑色の肌。あやこうさん、へ、のしお前が、お前が、お前が、アラブのア石油王、アウィンドウズ、アビルゲイツ、アソフトバンク、アソンマサヨシ、アーザスー。生菩提人さん、やかましいわ、檻に刺しずするな、貧乏人。チャチャさん、リュウカリアイユウカさん、ハゲ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 。君さん、伝説の男や。ヤンさん、運転中にアイテム見るなよ、スタンド壊したピロピロシンゴ。関ヨシエを愛した男さん、大臣ごめんなさーい。J さん、マンゴ。シャミーさん、ヨシエの怒号吹雪の中で、バーベーハットと打って、キュウリを加えたカッパフェイス。今夜が、山田さん、ヨシエの怒号吹雪の中で、バーベーハットと打って、キュウリを加えたカッパフェイスキンバエ。君さん、よく親の金2000万以上投資で溶かしたな、ありえないって思ったわ。
シャミーさんチュールチュールガールのケーツ。シャミーさんチュールチュールガールのケーツ。チュールチュールガールのケーツ。チュールチュールガールのケーツ。あやこうさんの出汁の方がよくね。常識では考えられない。ね、チェイさん、ハゲハゲファーゲファーゲハゲファーゲハゲハゲハゲ焼き新五万。日大さん、食べなきゃ意味ないよ。TK さん、バン、バン、パンダの顔、バン、バン、パンダの顔、バン、バン、パンダの顔。イントーアイズさん、ガールさんのケツをプレゼントしました。グアさん、結構時間かかるんだな。テルさん、秩父にハマス氏はないのかな。ショコビさん、何言ってんだ。今夜が山田さん、吉江の怒号吹雪の中で、バーゲーハットとを打って、キュウリを加えたカッパフェイス金馬へ。関吉江を愛した男さん、貧乏人っていうのやめよう、差別用語。シャミーさんなし？ J さん、長トロのアンビリーバボー。リュウカ、リアユーカさん、コメントにセンスは。あやこうさん、親に買ってもらった車乗って偉そうに笑。チャチャさん、前科持ちって本当？タヌキさん、 WRX。 いちごさん、おはよう、寿司もう食べたの？ J さん、関慎吾は長トロの相葉雅紀。リュウカ、リアイユーカさん、コメントのセンスすごいな、わら。テルさん、カッパで慎吾くんに会いたかったのあ。シャミーさん、チュールチュールガールのケーツ。アイカさん、私関さんが好きです。あやこうさん、チウールチウール。今夜が山田さん、吉江の怒号吹雪の中で、バーゲーハットとを打って、キュウリを加えたカッパフェイス金馬へ。ズッキーニさん、ガールが乳首出す配信するって緑を脅したらしいよ。 J さん、シンゴの頭に寿司ネタを乗せたい。オワリンゴさん、告白かわいい。イントーアイズさん、なんで関さんがカッパ寿司行くの？おかしくない？リュウカ、リアイユーカさん、エバラ。テルさん、日曜はやっぱ混んでるね。 J さん、ガールって最高のネタだよね。スピンアクアさん、偏見だけど、初め桁のナンバーとかつける人って大体生きてる面倒なやつ多いよね。いちごさん、運転に集中。クモフモフさん、 WWW 混んでるな。もしかしてかっぱ寿司渋滞がこれ。アイカさん、関さんに一目惚れしました。もしかしてかっぱ寿司渋滞がこれ。寿司とか太る。もうすぐで着くんだけど。関吉江を愛した男さん、吉江さんのあんこ吹いてないドス黒いアナルをプレゼントしました。ヤンさん、こんだけ配信して、ネイビーさんのかっぱ寿司渋滞。バンちゃんさん、何分かかる？かっぱまで。イントーアイズさん、集中力の席。あやこうさん、なんで380も見ててナイス38名の。 TK さん、今年は笑ってはいけないわ、中止だね。玉ねぎさん、あとは台風配信で一発あるぞ。ショコビさん、カッパ渋滞。バンちゃんさん、大雨かよ。シャミーさん、吉江の怒号吹雪の中で若作りとを打って、カッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。秋山も、モノスケさん、セントビンセントグレナディーン諸島の旗。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 これマジでかっぱ寿司渋滞なんだよ。22快速さん、ありえるな。かっぱ寿司もこっからめっちゃ近いのよ。気ままに、さん、そうかもしれないね。これガチでそうなんじゃないの？テルさん、かっぱ渋滞かもね。これマジでそうじゃない？マイカさん、一目惚れって信じますか？ミキオさん、アプリで席予約しないと食べられないよ。いちごさん、これからなんだ。J さん、カッパなんだから、お前は働く側だろ。今夜が山田さん、赤渋滞金馬へ。関吉江を愛した男さん、吉江さんのあんこ吹いてないドス黒いアナルをプレゼントしました。これマジでかっぱ寿司渋滞、もしかして。バンちゃんさん、なんで雨降ってるんだよ、埼玉晴れだろ。秋山も、モノスケさん、カッパ寿司やばい。ユーゴさん、止めるところもないだろうね。この道なんか、そうそう渋滞とかなんないからね。テルさん、ミューズパークの夜景みたいな。セイロ丸さん、この天気の柔軟時間も待つの寒いべ。おしゃべり中卒ニートさん、ともぐい。カッパ対さん、マジか。
クーナさん、カッパ寿司6時間待ちらしい。J さん、奇跡クリエイティブ渋滞。ツッキーニさん、寿司ごときで並ぶと課題は。バンジャンさん、いや、埼玉晴れだろ、なんで雨降ってるわら。セイロ丸さん、カッパーズ。チャチャさん、お客映すなよ。おしゃべり中卒ニートさん、お前カッパ。リュウカリアイユーカさん、カッパ何様、カッパ様、音符音符。ジョコビさん、その渋滞ぽいな。グーモフモフさん、アプリで予約しないの。脳みそ中長絶叫絶景異端組合さん、アプリ予約サーバーダウン中。シャミーさん、吉江の怒号吹雪の中で若作りと打ってカッパのソーセージを加えたらだからカッパ寿司のホームページとかがサーバーダウンしてるってこと。カッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。終わりんご31車線だし、もうパトラッシュだよ。33時間待ち、10時間待ちもあるみたいだぞ。秋尾さん、着いたらカッパ寿司売り切れかも。玉ねぎさん、癒しい人しか行かないだろねわら。ビビンバーガーさん、カッパ寿司予約いっぱいだから、いつでもどこでも半額クーポン配ってるらしいぞ。いちごさん、よしえさんも連れてきた。半額クーポン、ね、脳みそ中長絶叫絶景異端組合さん、現在秩父店57組待ち、予約サイト入れません。 J さん、シンゴが握った寿司の方がカッパ寿司だよ。テル3点入れないで客参加クイーンスマイル。関よしえを愛した男さん、バーグさんのドス黒いをプレゼントしました。セイロ丸さん、アルバイト大忙し、時給上乗せないのかね。ポコさん、なんか警備員みたいないるぞ。寿司でカッパ巻き。今夜が山田さん、よしえの怒号吹雪の中で、なんだこれ。とと打ってキュウリを加えたカッパフェイス金馬へ。ついた。うわー、警備員みたいないるんだけど。シャリが小さくてポロッポロなんだよね。ジョコビさん、シンゴもカッパ寿司で働けよ。あ、でもビビンバーガーさん、カッパ半額でコロナカッパ株増えそう。イントーアイズさん、まだ席が食べてる途中でしょうが。シャミーさん、ヨシエの怒号吹雪の中で若作りと打ってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。空いてるとこもあるけどいっぱいな。セイロ丸さん、密にならないのかね。J さん、関シンゴとアンダーバーした女性はみんなシンゴを酷評する件。全然あれじゃない。ユーカリアユーカさん、カッパ寿司はまず。あ、並んでるな。サモーさん、カッパ野郎賠償金ため解けて。セウンコロナ有志さん、閲覧と雪数第1位だぞ、急げ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。テルさん、まあ日曜土曜重なりも渋滞につながってるんだろうけど。サモーさん、全カッパ野郎が。シャチャさん、お前のおでこがツルツルハゲ頭。今夜が山田さん、カッパカッパ金星金馬へ。あのね、外にインバーさん、車は入れないでしょ。外に10アイカさん、信号兄ちゃん、カッパ大さん、20人ぐらいかな。外に20人ぐらい並んでます。で、店内がぎゅうぎゅうだった。 J さん、自宅警備員。店内ぎゅうぎゅうで、組増えたじゃないか。外に20人ぐらい並んでた。多分映ってないと思うけど。白猫さん、空いてる。ヒロさん、カッパがカッパ食うのか。多分映ってないと思うけど。おわりんごさん、ガチだわら。チャチャさん、盗撮。あやこうさんみたいなんて、なんよアホ。関慎吾アットアブルッチ劇持参カッパ野郎。違うカッパ寿司って賠償金ためとけ。どんだけ混んでるか。でも、あそこだったら、脳みそ中長絶叫絶景異端組合さん、予約券だけもらって待機。あそこだったらそこまで並ばないで食えると思うよ。多分1時間は並ぶだろうけど。あやこうさん、そこ頭からいけ。ビビンバーさんはよ、止めろよ。猫人さん、今日1時間ぐらいは多分かかるだろうけど。ドックさんとも食い。あの感じだと多分。あやこうさん、ダメ元で。店によってはね、10時間とか並ぶらしいんだけど。ヤットさん、すぐ入れそうじゃん。いや、わかんないよ。なんか整理券みたいなもらって、その、一回、あの、ほら、敷地外から出ていいのかもわかんないけど。ジョコビさん、見るだけらしいよ。キャットさん、なんで出るんだよ。サモーさん、全カッパ野郎。どんぐらい並んでんのかなって見に来たって、その1時間も並んで食いたくないもん。とりあえず入ってみて考えたら。1時間も並んで食いたくないし、配信もできないし。あやこうさん、警備員に余計な仕事させて、迷惑系が。セウンコロナ有志さん、おい。猫人さん、今日行くとかアホやな。20道快速さん、店内に待ち客あり。店内でも並んでたんだけど。白猫さん、やめたの？いちごさん、食べないの？
赤いストーブさん寿司食べたい。もうバトラッシュだよ。さんなぜ出るわらわらわら。いやだって別に食べようと思ってないもん。メッシジは普段もいっぱいだろ。全く並んでなかったら別に配信切って食いってちょっと思うけど。うたたらさんカレー弁当。1時間ぐらいはかかると思うよあれでも。あいかさんしんこくんコロナ気をつけて。ビビンバガさん半額じゃないならカッパなんていかないわだ。朝さん終わり。リュウカリアイユウカさんあれいかないの。脳みそ中超絶叫絶定異端組合さん見るだけ配信。キャットさんなんで順番待ち手続きしないの。あやこうさんタイトル詐欺か。セウコロナユイシさん食番の会。ビビンバガさん見るだけ会。インドアイスさんがパスしますからだ。セイロマルさん20人ぐらいならそんなでもなくね。ショコビさんいやあの外に20人ぐらいで中にこう待つスペースがあるのよ。こうなんかこう椅子のね、それ合わせたら並んでる人店内でも並んでるから多分合わせると多分40人ぐらい40人ぐらいは並んでると思う。店内のも合わせると J3 カッパス市奇跡クリエイティブ多分1時間はかかると思う。山田さん吉江のどこ、まあ、ここ田舎だからね、田舎だからこんぐらいで大丈夫なんでしょう。並ぶところは10時間とか並ぶらしいから。おばあちゃんさん久しぶり。いちごさんわらわらわら。りんりんさん予約したんですか。予約してないです。赤いストーブさんお寿司寿司いいね。ミラクルさんあそこだったら1時間ぐらい並べば食えそうな気がする。現在家で待機中。どうだろうな、1時間ぐらいかな、わかんないけど。あやこうさんそう、カルパッチョ系ってうまいね。1、2時間ぐらいかね。コントレイルさん10時間わら。タマさんガールと一緒に食ったカッパ寿司。 J さん関慎吾さん励ましたか。あやこうさん棒読みにかぶせてしゃべんがアホ。ロックさん並ぶのがお仕事。脳みそ中超絶叫絶定異端組合さんサイトで予約入れてる人は自宅待機。あ、予約入れてる人とかも合わせたらもっと並んでるってことか。玉ねぎさん50皿行こう。その人はその時間に行けばいいだけだから、ね、料金払ってやれよわら。実際はもっと並んでるんだろうね、並ぶというか、ま、待ちというか。北条真紀さんあなた私で昨日抜いたよね。シンさんゴミ車を片付けろや。カーリーアット音楽好きさん未だに俺はクリーン系だと思ってる関慎吾は。コントレイルさんカッパだけに。 J さん関慎吾って35歳の割に性欲強いね。アキオさんこんなとこにもカッパ寿司あるんだな。アイカさん関おじいちゃん。ハッピーハッピーさんカッパ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  www関吉江を愛した男さん閲覧減ってる。いちごさん人いっぱいいるとコロナ怖いね。普通に素通りするだけだから、ね、今夜が山田さん吉江の怒号吹雪の中でバーゲーハットと打ってキュウリを加えたカッパフェイスキンバエ日大さん食べたいんや。 J さんガールのマンコにおいそう。ハッピーハッピーさんは今日のナイスポチ。もときさんカッパ寿司見るだけ見るだけ。アイカさんコロナ怖いよ。普通に今日はラーメンでも食べようと思います。コントレイルさん中で待つの苦痛だわ。うたたらさん本庄と深谷にカッパ寿司あるよ。いや全く並ばない状態だったら食うけど並ぶでしょう。新さんがいて草お前がさんおはようカッパいいのは。並ばないで食えたら食うけど。三番長さん今から並んだら夜ご飯だね。しゅんさん吉江も連れて行ってやれや。おばあちゃんさん文句言うならハッピーハッピーさんカッパ音符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 。アキオさんコロナ寿司に変えたらいいのに。シャミーさん吉江の怒号吹雪の中で若作りと打ってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。 TK さん10時間も待てないよ、うん、シンさんあっちの女優の方がいてさ。いやお持ち帰りは無理なのよ。テイクアウトは対象外半額出るらしいね。インドアイズさん奇跡クリエイティブ社でシステム開発の人を今日テイクアウトするとかアホでしょ。だってだってさ店内じゃないと半額にならないのにわざわざこんだけ店内半額で混んでる時にテイクアウトやったらテイクアウトだって時間かかるしさ普段より。今日テイクアウトって一番アホでしょ。いけいけいけ日大さん前株奇跡チャチャさん等写してお店に迷惑かけるなよ。薬師寺庵 B さんピカーヒロさんお前が寿司食えばカッパ寿司になるだろ。ヤンさん盗撮配信ダメだと思う。はちみつ太郎さんカッパ寿司のサラダ軍艦好き。盗撮にはならないですよ。だって人の恥じらいを感じるような写し方ではないので。 J3 奇跡クリエイティブって今年は何人の新入社員が入りましたか。ハッピーハッピーさんへ見るだけって
おばあちゃん三振やっちょの件どう思う？お前が三行かないんかい。グアさんテイクアウトで車で食おうぜ。Cさんラーメン。だってさ、並んだって電話されるじゃん。ラクルさん超一同時配信外になるよ完全に。150分帯なのに今からなら食べてるとこも絶対配信できないし。さん持ち帰りして家で食べればいいじゃん。吉江さんの分もお願いね。ゴックさんお前がお前が J さん R をテイクアウト。うたたらさんまた前にノート。シャミーさん吉江の怒号吹雪の中で若作りとうってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。ハッピーハッピーさんテイクアウト対象外かよ。 J さん早稲田大学医学部出身なんすか。カーギーアット音楽好きサンバー無断配信だから犯罪は犯罪。セキシンゴアットは一撃自賛早稲田に医学部はありません。具体的に何罪になる。 J さん長トロのヘズマリュー。新三席クリエイティブは相変わらず社員3人プラス1匹。犯罪になりませんけど何か。北条真紀さん今夜も私で抜くの。 J さん奇跡クリエイティブって給料もらえるの。イントーライズ三席さんは早稲田大学医学部卒だよ。本人が言ってるんだから間違いない。じゃんけんぽんさん不法侵入なんだよな。タマさんガールのケツに50万。口不法侵入にはならない。ハッピーハッピーさんアイス食べて。二十道快速さん私は弁当なんてしません。お前が三個ら。シャドさんあと何時間だよ。シャミーさんガールとやりましたか。 J さん早稲田大学医学部出身の人初めて見た。おばあちゃんさんこんなところでヘズバの名前が WWW バラ。新さん企画考えて業務拡大したらもらえる。セキシンゴアットアブルッジ劇自賛早稲田に医学部はない。シャミーさん吉江の怒号吹雪の中で若作りとうってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。吉江の怒号吹雪の中で若作りとうってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。ゴックさんまた企画倒れ。お前が3読み上げないんだ。じゃんけんぽんさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。お前が3対策したのね。関義江を愛した男さんガールのカピカピ。マサヤンさん家に向かってるの。クリスタルスカル1987さんカッパ寿司半額で行列ってどんだけ飢えてるねるって思う。新さんラーメン屋を食おうなか。スーパーさんカッパがカッパ寿司に行くの。タウさんカッパがカッパ寿司河原。ハッピーハッピーさんあれパーティーフェイス読み上げない。関義江を愛した男さんガールのカピカピマンコ。シャミーさん義江の怒号吹雪の中で若作りとうってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。じゃんけんぽんさんお前が三個ら。 J さん奇跡クリエイティブって従業員に給料払ってるの。スーパーさんカンさんは自分がカッパだと知ってるの。じゃんけんぽんさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。二十道快速さん絵文字と普通の文字を一緒に入れると絵文字が読み上げられないみたい。おばあちゃんさんいつもの人いないのか。ハッピーハッピーさん、なるほど。じゃんけんぽんさんなんでかな。新さん給料どころか借りた金も返してない。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。クリスタルスカル1987さん10時間待ちのところもあるみたいやけどわら。10時間待ちのとこもあるしね、まあ、さっきのとこ田舎だからそこまでは絶対待たないと思う。がっかりした顔、がっかりした顔、人多いとこはやばいみたいね。がっかりした顔、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 がっかりした顔。シャミーさんが、ハッピーハッピー黄色いハート、さん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。J さん奇跡クリエイティブは債務超過なんすか？はちみつ太郎さん一番くじ買おうよ。
カーリーアット音楽好きさんよくもまあこれで会社作ったよな、アホとしか言いようがない。ハッピーハッピーさん10時間わら。じゃんけんぽんさんキスしている女性カップル。ヤンさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。さくらさん今から買いに行くの？狐親玉さんしおれたバラ、しおれたバラ、しおれたバラ、しおれたバラ。しゅんさん10時間待ちとか。テレビテラコ屋さん。シャビーさん、クリスタルスカル1987三絶対、密になるのに何やって、ねんわら。じゃんけんぽんさん踊る女性。じゃんけんぽんさん天使の輪がかかっている笑顔。君さんカッパスシークくらいなら少しでも節約して金貯めて親にお金返せよ。お前がさん相変わらず遠いな。統合失調症が婚活してみた三カッパ感染もありそうだね。逆方向のカッパ寿司ってみようかな。ハッピーハッピー黄色いファート三笑顔とファート。狐親玉さん息を吐いている顔。ヤンさん酔っ払っている顔。焦点の合っていない目、波打った口。シンさんいつまで強制ストレートかけるんだ、ハゲが加速するぞ。 J さん税金に詳しい方に質問。女性配信に50万払ってケツを舐めた場合は何という勘定科目で経費計上したらいいんでしょうか。じゃんけんぽんさん舌を出して寄り目で笑っている顔。テレビテラ小屋さんヘッドスカーフをかぶった女性、褐色の肌。シャミーさんカッパ寿司で働け。サダエさんシンゴさんおはようございます。おはようございます。じゃんけんぽんさん口を一文字に結んだ顔、片側の眉を上げている。ヤンさん酔っ払っている顔、焦点の合っていない目、波打った口。酔っ払っている顔、焦点の合っていない目、波打った口。酔っ払っている顔、焦点の合っていない目、波打った口。ボさんその車リッター何キロは知るの。ハッピーハッピー黄色いハート三目を大きく開いて懇願する顔。北条真紀さん帰って私の作品見なさいよ。J さん先日の関慎吾がアンチに切れてる配信、髪型が面白くて話が入ってこなかった。茶野さんどんどん山奥に入ってんじゃね。じゃんけんぽんさん口を一文字に結んだ顔、片側の眉を上げている。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 おばあちゃんさん今日もつまんない配信だね。J さん関慎吾さんおはようございます。狐親玉さん。俺の場合電話されるからもう店の中入れないんだよ。テレビテラ小屋さん。店の中入れないから。E さん今日は経営しているお店を視察ですか。ハッピーハッピーさんカッパ寿司なら綱の軍艦巻き10個でいいやわら。サダエさんシンゴさんカッパ寿司で一番人気サラダ缶なんだって食べてみて。シャミーさん吉江の怒号吹雪の中で若作りとうってカッパのソーセージを加えたメスゴリラフェイス。じゃんけんぽんさんつまらない顔、がっかりした顔、考え中の悲しい顔、不安な顔、困惑した顔。お前が酸側転する男性。テルさん秩父と長トロはいいところだよ。 J さんカッパ寿司のサラダス。じゃんけんぽんさん手を口に当てて頬を赤くした顔、シシッという合図をして一本指を口に当てている顔、ピノキオバナの顔、口のない顔。 J さん祝電の席。元木さん電話されるとは。ハッピーハッピー黄色いファート三汗をかいて舌を出した赤い顔、凍えてつららが垂れ下がっている青い顔。ヤンさん無許可配信以外することないの。はちみつ太郎さん祝電って取り締まれないのかね。てるさんしんこくんのこういう配信好きだよ。B さんカッパ行かないならスシロー行こう。テレビテラ小屋さん赤ちゃん褐色の肌、赤ちゃん褐色の肌、赤ちゃん赤ちゃん色白の肌、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 赤ちゃん中間色の肌、赤ちゃんやや色白の肌、赤ちゃんやや褐色の肌、
赤ちゃん、やや褐色の肌、赤ちゃん、褐色の肌。クリスタルスカル1987さん、カッパス氏のうなぎやっぱり中国産ですね。テルさん、通報はうざいよね。20道快速さんは、J さん、埼玉県秩父郡って変な名前、玉田の父だの。ハッピーハッピー黄色いハート、さん目を開けて頭が爆発している顔。新さん、ガールのケツを舐めた場合の経費の形状は、簿記上の科目は、負債で全払い金。三表さん、菅さん、おはようございます。20道快速さん、大丈夫、多分パーティーピロピロはない。シャミーさん、シンゴさ、悪いけどさ、家出てってくれ、もういいから食ったもん下げろってんだよ、ヨタ野郎が出てけ、どんでん死ね、どんでん笑い事じゃねえよ、クソ野郎金返せよ。じゃんけんぽんさん、たまる、平たいパン、一皿のファラフェル。ヤンさん、紙吹雪の中で、パーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。シンさん、閲覧また100人減ってる。テルさん、また癒しに、長トロ秩父行こう。アクアさん、カッパスシー行くとカニ味噌は食べたくなる。 J さん、R と食べた2万円のステーキはやっぱり交際接待費。タマさん、普通の人は R のケツに50万は出せない。じゃんけんポンさん、持ち帰り用の箱。ハッピーハッピー黄色いハート、さん、ピノキオバナの顔、体温計を加えた顔、片眼鏡をかけた真面目な顔、頭に包帯を巻いた顔。20道快速さん、よかった、パーティーピロピロ読み上げなかった。愛花さん、関おじいちゃん、じゃんけんぽん三角合理。おばあちゃんさん、延長しろよ。延長しないとか。新さん、うんち顔つき。シャミーさん、シンコさ、悪いけどさ、家出てってくれ、もういいから食ったもん下げろってんだよ、ヨタ野郎が出てけ、どんでん死ね、どんでん笑い事じゃねえよ、クソ野郎金返せよ。テルさん、長トロ秩父は他県ナンバー多いよね、それだけ人気なんだよな。 J さん、この前のマイメロの服ってやっぱり配信の経費に計上するの。 TK さん、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔。じゃんけんぽんさん、スコー、匿名係長、ただの花火師が花火をプレゼントしました。しんさん、ハエ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 。アイカさん、炎上、チケット高くなる。キミさん、マグロ漁船乗って稼いで金返せ。テルさん、俺はクロミちゃん好きだよ。ヤンさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 おばあちゃんさん、花火をプレゼントしました。 J さん、 R のケツなんか舐めたら病気になりそう。美表さん、日帰り登山してください。ケンタさん、ブロックされない程度に荒れてて草。ハッピーハッピー黄色いハート、さん、目と口がドル記号の顔、目と口がドル記号の顔。じゃんけんぽんさん、自動三輪車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 。しゅんさん、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔。もときさん、ピロピロうるさい。しんさん、ワイパー速度が速い。ハッピーハッピーさん、ギリセーフよ、わら。てるさん、配信者で、しんごくんが一番好きだわ。じゃんけんぽんさん、ラブホテル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 。あいかさん、花火ナイス。きみさん、ひかるにも、はじめしゃちよーのような有名になれないしんご。じゃんけんぽんさん、カーバ神殿、カーバ神殿。TK さん、前ぽんちゃんが、マイメロのコスチューム着たのは笑ったわ。じゃんけんぽんさん、制御ノブ。クリスタルスカル1987さん、米印サイドメニューは半額になりません。じゃんけんぽんさん、ギアランプ。
J さんシンコのおでこをスクリーンにして100ワニの映画みたい。君さんようこそ、シンコ様カッパス氏へ。ただいまお客様への入店はお断りしております。シェインをソングテイクアウトしろよ。ハッピーハッピーさんフラミンゴ。シンさんいつまでグダグダ走ってんだ。テルさん野上は仕事で行った。じゃんけんポンさん7ポイントのピニュアタ。クアさん車で食べるシリーズやってくれ。じゃんけんポンさんクラッカー。 P さんもう家か。君さん6万円の中古チェイサー。ヤンさん目がパートの顔、酔っ払っている顔、焦点の合っていない目、波打った口、目がパートの猫の顔、目がパートの猫の顔、吐きそうな顔。のりこさん止まない雨などない。シェインオソングカントリーロードテイクミーホーム。じゃんけんポンさん投票箱と投票券。シンさんまた閲覧減っててくさ。そりゃそうでしょ、だってただ運転してるだけだもん。サンタコスラーメンほぼ運転してるだけだもん。シェインオソングスしかよ、マックにしろ。しかもついても、あ、こんだけ並んでるって言って終わりだからね並ぶこともなく。そりゃそうでしょ。J さん川本高校のレジェンドさんおはようございます。じゃんけんポンさんメモ。テルさんナイスをしたよ。君さんコンビニのゴミ箱いさり。暇つぶしぐらいの感覚で見てる人が見てるぐらいでしょ。うささんこんにちは。 TK さん俺だって電話とか来なければね、ちゃんと並んで食べるとこまでやるけど、電話されるから。パンダの顔、結構配信できないじゃん。パンダの顔、パンパンパンダの顔。じゃんけんポンさん左矢印エンド。じゃんけんポンさん為替会話アット不全さん風船を5個プレゼントしました。君さんヘラヘラ笑ってんなよ。じゃんけんポンさん左右矢印ポン。会話アット不全さん大黄色の丸黄色出た。 J さん今だから言うけど、正直若い頃の吉江さんそんなに可愛くない。じゃんけんポンさんリンダ2つフリーダイヤル。アイカさんがタマさんターマターマキインキインターマキインキイン。ウサさんカッパスシのプリンビビシオ。ハッピーハッピーさん棒読みちゃんで遊ぶくらいしか。じゃんけんポンさん花札。会話アット不全さんヨシエさんかわいいよ。みおもてさん釣り堀行きましょう。しんさんまた月光マック食えよ。じゃんけんポンさん マックだったらあれですね。 J さんがマンコパマンコパマンコマンコマンコ。ケンタさんかつぶしにもならなくて草。会話アット不全さんナイスお願い。ロさんカッパ寿司やめてスシロー行こうぜ。じゃんけんポンさんトランスジェンダーマーク。テルさんよりに向かうのかな。ハッピーハッピーさん涙を流した笑顔。シンさんいきなりステーキ食えよ。いきなりステーキほぼ潰れたんだけど近所の店。会話アット不全さんナイスナイスあナイスナイスナイス。 J さんがあると食べた2万円のステーキ。キャットさん側でバーベキューしよう。ヒロさん長トロカッパだ。じゃんけんポンさんメガネをかけた笑顔。じゃんけんポンさん笑い転げる顔。星優秀星さん雨降ってるんだ。キツネ親玉さんへのしお前がお前がお前がアラブの石油王アウィンドウズアビルゲイツアソフトバンクアソンマサヨシアーザスー。大沼次郎さん完結ワイパーにしろや。そんなに降ってええだろ。 J さん飯食い配信者。じゃんけんポンさん鼻息を荒くして怒っている顔。ハッピーハッピー黄色いハートさん。お寿司お寿司お寿司。シンさん食べに行く配信多いなってそれしかないだろうくさ。じゃんけんポンさんがっかりした顔冷や汗。 TK さんケンタッキー10チャレンジやろう。テルさん雨が降っても行きたい長トロ秩父。じゃんけんポンさんケンタさんブイーン。ロックさんネタがないから寿司ってどうなん。テルさんやっぱ自然はいいよね。 J
佐野さん林間学校の時の風景だ。しゅんさん、愛香さん梅の木前町、じゃんけんぽんさん目と口がドル記号の顔。鍋奉行さん、カッパ寿司食べに行くのに車で何時間かかかるとか大変ですね。会話と不全さん N12 回目は入れたんだけどね。じゃんけんぽんさん頭に包帯を巻いた顔。新さん長トロは何もねえなわら。星優秀星さん猿とか探そう。会話と不全さん青いハート。さん目を大きく開いて懇願する顔。ハッピーハッピー黄色いハートさん目がハートの顔、目がハートの顔、目がハートの顔。しゅんさんかき。ケンタさん、カッパ寿司はネタがたくさんあるのに、シンゴはネタがなくて草。会話と不全さん日本国旗。ヤンさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってビロビロ笛を加えたパーティーフェイス。眠い顔、恐怖の叫びの猫の顔。クリスピーチキンさん、肌を噛んでいる顔。ドルさん、雨の中の運転気をつけてくださいね。星優秀星さんしか飛び出してこないかな。会話と不全さん面白いこと言ってんじゃねえよわら。 TK さん、パンダの顔、クマの顔、猿の顔、犬の顔、猫の顔、アライグマ、トラの顔、ライオンの顔、オオカミの顔。しゅんさん金メダル、パトカー正面モアイ像。クリスピーチキンさん目を閉じてあくびしている顔。 P さんどこ行くるだハゲ。じゃんけんぽんさん、シンゴさん歌って。ケンタさんわらわらわら。テルさん長トロも鹿出るのかな。山梨の鹿バーガーマジうまいよ。へそ曲がりさんおめでとうございます。じゃんけんぽんさん歌おうよ。シンさん、家の部屋またカビの生えた飲み物がおったってじゃないのか。エレノアさん。大沼次郎さん、何時間かけて寿司行くるだよ。会話と不全さん、カッパ寿司はロータ。じゃんけんぽんさん、シンゴさん、メロンジュース聞きたい。徳川吉宗さん、こんにちは。ハッピーハッピー黄色いハート。さん楽しそうな猫の顔、笑っている猫の顔、キスしている猫の顔。じゃんけんぽんさん、しんごさん歌って。じゃんけんぽんさん歌って。会話と不全さん、花火投げるとしんごが歌います。うささん、かっぱ寿司すごく遠いのかな。はちみつ太郎さん、関くん運転神手ね。じゃんけんぽんさん、メロンジュース聞きたい。星優秀星さん、しか捕まえよう。しゅんさん、モンスター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 。ジェイさん、メロンジュース聞きたくない。ハッピーハッピーさん、シカバーガー食べに行こう。じゃんけんぽんさん、メロンジュース、ループで。会話、突然さん、シンゴ、そこは花火投げたら歌うって言わないと。じゃんけんぽんさん、メロンジュース、エンドレスで。テルさん、神竜湖は行ったことありますか。20道快速さん、メロン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 。シンさん、よく飯食うだけにここまで遠出できるなわら。ハッピーハッピー黄色いハート。さん、嬉し泣きする顔。じゃんけんぽんさん、メロンジュース、最高。クリスタルスカル1987さん、着いた頃には受付終了しています。ご安心ください。じゃんけんぽんさん、ホワイトジュース、なんてだ。やかんだよさん、一番好きなスターマインあげる。バンジャンさん、味噌スープ次。スターマイン。じゃんけんぽんさん、メロンジュース。B さん、お前がお前が。じゃんけんぽんさん、メロンジュース最高。星優秀星さん、スターマイン来た。マジスターマイン来た。ハッピーハッピーさん、アラブの石油王。マジで20やったー。後でちょっと確認しますね。カスケードさん、スターマインから。お前がアラブの石油王、じゃんけんぽんさん、メロンジュース、スターマイン来た。やったー。会話と不全さん、あーやかんさんだ予算、お前が。テルさん、工事落ち着いたね、さすがに。後で確認します。バンちゃんさん、味噌スープ次はよ。気ままに、さん、シンゴちゃん花火来たよ。ウサさん、スターマイン綺麗だね。やったー、ほんとっすか。じゃんけんぽんさん、メロンジュースもう一回。
やこさん、カッパス四十時間待ち、アイワーと不全さんや、ハンさんだよさんにお礼言って、いつか気づいてよね、ハッピーハッピーさん、本当に来たよ、スターマイン。ガタガタじゃんけんぽんさん、メロンジュースエンドレスで、ハイワーと不全さん、定義、お前はお前は、クリスタルスカル1987さん、ここまでして、あんかく食べるなら、緊張で食べた方が安上がりや、くまら、ハッピーハッピーさん、フォーメロンジュース。うたたらさん2つ来てるで、ね、会話あっと不全さん米印4新さん X ジャパンのベリーを歌えばスターマインやる、じゃんけんぽんさんメロンジュース聞けて幸せ、あなたにあげたかりんさん何皿目標、あなたにあげた20短い速さんあかりんこ青りんこ、じゃんけんぽんさんミュート推奨、メロンジュースメロンジュースメロンジュース、ワンちゃんさん味噌スープ知らんのかよ、てるさんよりいこだま深谷熊谷上里本庄、しんさん頭の皿にカバーとしてつけなきゃいけないので最低1皿、ダリア歌ったら大花火やる、テルさん R140 コランバーさん、ヨシエさんはヤマカワさん、さんカッパまで遠いんですか、寿司職人さん寿司屋の若大将、54近いね、新さんカッパまで遠いというか本人がカッパだけん、キーくんさんいいねをさせていただきました、ふわらさんほれハイフン、寿司職人さん来た、うささんまた来た、え気ままにさん、ふわらさん来た、えスターマインが来たってこと、ちょっとで確認しますね、スターマインが来た、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、ウィドス、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーボズリ、やったー、また来たってこと、ちょっと後で確認します、やったやった、ちょっと運転中だと見れないんでね、やかんだよさん、やったら気ままに、さん、しんこちゃんよかったね、うたたらさん、うん、さんこになってる、さんこ来た、マジで、テルさん東秩父嵐山東松山、ハッピーハッピーさん同じ、どこ、マルサンカッパス市熊谷店が2018年8月26日に閉店、関よしえを愛した男さん、シンゴちゃんビッグニート知ってる、よかったよかった、裁判ならなくて今日からぐっすりよく寝れる、やったぞやったぞ、裁判ならないぞ、ストレスフリーの生活だ、埼玉が産んだゴミ、
ちはシャレでやってたのに、トゥ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 、よかったな、よかったな、裁判ならなくて、本気にさ、なられちゃかなわない、やったぞやったぞ、裁判ならないぞ、のの裁判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 。ひなひなさん花火、え、花火本当に来ました。ハッピーハッピーさん、やったぞ本当っすか。ふわらさん花火来たーで。マジっすか、超後で確認しますね。おまいがおまいがおまいがラブの席を入れて、やったぞやったぞ、やかんだ予算補当だよ。マジっすか、ちょっと後で確認します。ハッピーハッピーさん来た。うたたらさん来てる。やったぜ。おばあちゃんさん私だよ。ひーくんさん付き合いこう。ベビーバブラットギアオスさん、そこの左のラーメン屋こないだテレビ出てたね。マジで。ふわらさんうざいからお礼メッセージいらんよ。ラーメン屋。テルさん埼玉より行き週。一回も行ったことないけどラーメンありますよね、あそこのとこね。今度行ってみようかな、じゃあ。一回も行ったことないわ。シャドさんまだつかぬのか。さっきと違うとこまた向かってるんで。ハッピーハッピーさん、カッパ巻きパーティーですね、これは。二十道快速さんよりは東武東上線の終点。スピードさんこんばんは。さんうんち顔つき、やかんだ予算まだ相変わらず遠い。遠いっていうか、一回かっぱ寿司って違うとこまた向かってるんで、違う店舗に。テレビ寺子屋さん、ひーくんさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。とんかすさんさんうんち顔つき、うんち顔つき、うんち顔つき。キャトジョン8813コメント飛ばされる。忍者さんマジかや、結構前からお礼メッセージ機能あるでな。ハッピーハッピーさん棒読みちゃん壊れた。え、ふわらさんそうやで。おっと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 、うん、あー本当に来てた。スターマインさん子花火も一発来てました。やったー、ありがとうございます。本当に来てた。やったーぞやったーぞ、テレビ裁判ならないぞー、のの裁判。やったー。忍者さんかっぱ寿司北海道ないで。かっぱ寿司北海道ないんや。ハッピーハッピーさんお礼メッセージ結構嬉しいんよ。じゃんけんぽんさん裁判よかったね。会話アット不全さんゴキブリ。よいしょ。じゃんけんぽんさん裁判終わってほっとした。ベビーバブラットギアオスさん、カッパ寿司待ち時間ネットで確認できないんだって。なんかサーバーをしてるらしいですよ、カッパ寿司の、サーバーが。多分ね、ネットでね予約とかできるらしいんですけど。パーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。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 紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 ちょっと紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。テレビ寺子屋さん固め固め固め。うささんかっぱ寿司待ち時間かなりらしい。かなりらしいですよね。ハッピーハッピーさんどんだけわらわら。さっきのね店舗だったら多分1時間ぐらいで行けそうだったけど、多分1、ワンチャン1時間で行けんじゃないかな。じゃんけんぽんさん受ける。やかんたよさんピロピロうるせえな。田舎だとそこまで並ばなくても行けるとこあるんじゃない。星さんピロピロ増える G にしようよ。ベビーバブアットギアオスさん本当だ。ネットつながらないんだね。じゃんけんぽんさんこれまだ3分の1くらい。でもまあわかんない、ネットのネット予約とかもあって並んでないだけで、その実際に並んでる人よりも並んでるのかは知らないけど。会話アット不全さん定義。このピロピロの BGM が耳に心地よくて何とも言えません。じゃんけんぽんさん気持ちいい。やかんだよさんピロピロ NG にできんの。じゃんけんぽんさんしんごさんのメロンジュースと同じくらい好き。いやすこおさちさん、しんごのとこ名物。じゃんけんぽんさん、うれしっと。じゃんけんぽんさん、友達っと。なんか NG 入れても呼んじゃうらしいんだよね。じゃんけんぽんさん、急げ。じゃんけんぽんさん、カッパ裁判、ボロ負けざまあ。しんさん、ひいくとかいうやつ、どっかやってくれ。じゃんけんぽんさん、イケメンなんだよなあ。じゃんけんぽんさん、喉乾いた。じゃんけんぽんさん、そこは、メロンジュースでしょうが。サチさん、シンゴってワクチン接種してるの？してません。フアラさん、ヒーくんはシンゴがキュンです。サナエさん、運転モードだとブロックもできませんね。リスナー側で通報しましょう。脳みそ中腸絶叫絶対異端組合さん、カッパ寿司会員でもログインすらできない。クッソ使えない。別にこっち赤信号で止まっただけなの。大強引ジャオニゴさん、カーアッパカカーアッパカッパのマークのカーアッパー寿司。グダグダさん、火薬たるがお前の配信見てるらしいな。
ハッピーハッピーサネージャー NG ワードしてると全部読まれちゃうのかな。チャチャさん罰金は吉江さんが払うの。じゃんけんぽんさん能動裁判歌って。コンビニのなんかロゴとか映すとなんか強制終了されるのかな、わかんないけど、ちょっとわかんないですけどね。そぼろ飯さんとも飯に行くの。じゃんけんぽんさん、よかったなよかったな、裁判ならないぞ。ちょっと行ってきます。ちょっとあのトイレ借りるのと、あとあれを買ってくる飲み物。忍者さんコメント飛ばされた。飲み物買ってきます。よいしょ。外映してたからいいか。ちょっと飲み物買ってくのとトイレ行ってきます。よいしょ。
どうもー、行ってきましたあの、もうかっぱ寿司で空気これっぽっちもないですからね一応ね、あの、もう弁当買ってきたんで、あの、かっぱ寿司一応もう一店舗見に行きますけど、どんだけ並んでるか。店舗によってはね、10時間とか待つらしいんですよ。でもね、かっぱ寿司のね、半額は、まあ、今日食えないと思うんですけど、なんと、ローソンの、鶏の唐揚げ重、かっこおろしポン酢がなんと半額で買えました。やったー、美味しそう。なんと、463円、税込みで500円がこれなんと、税込みでも250円で買えました。あと、ピザマン。あとね、ミルクティーにしようと思ったけど、なんかこんな、チェリオのでっかいフルーツパンチっていうのがあったんで、これ、こっちにした。いやー。うわ、なにこれ。うわ、なんか味、想像と味が結構違った。うわ、思ったよりめっちゃトロピカル感が、思ったより、想像の5倍ぐらいトロピカルなんだけど。うん。想像よりトロピカルだったわ。よし。じゃあ食べますか。やべえ、これ税込みで250円ってやばくないか、これ。このおろしポン酢をかけまして、おろしポン酢をかけます。よいしょ。アフーセンどうも、リスナーさんいただきます。あ、そうですね、これ皆さんの投げ銭で食べるんで、皆さんの普段の投げ銭で買ってるんで、いただきます。いつも投げてくれる方のお金ねで買ってるようなもんなんでね、いただきます。なんとこれ税込みで250円、安くないですか。唐揚げおろしポン酢弁当、あら安い。これ250円、なんと税込み250円、半額なんで。500円のところなんと250円半額。あー、やかんだよ、さんから。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、スターバイン、やったー、ラブの石王、ウィルズ、ビルゲイツ、ソートバック、ソーマ、やったー、スターバイン出たー、やった、高い交換現率、やったー、ありがとうございます。きたー。まあ、結局かっぱ寿司じゃなくても半額買えたっていうね。いや、これ250円やばくない？あー、ひなさんからスターマイン来たー。おまいがおまいがおまいが、高確率、スターマイン、石油王、ビートズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソムズ、やったー、ありがとうございます。ありがとうございますやった、スターマイン連チャン来てるよ。いただきます。あ、うまっ。あ、ちなみにこれレンチンしてます。うまっ。かっぱ寿司、え、マジで？かっぱ寿司受付終了が続出で 50% クーポン配ってる。マジで？え、じゃあ 50% クーポンもらいに行くか。マジで？どうやったらもらえるの、ほら。どうやったらもらえるの？かっぱ寿司の店舗行けばもらえるの？もらいたいね、それは。後日 50% になるってこと？どうやったらもらえんの？予約してる人だけ？あ、ダメじゃん。枚数限定なの。
これ予約してないよ俺。予約してないともらえないの。予約してない人ももらえんだったらもらいきたいんだけど。これ想像の5倍トロピカルなんだこれ。予約もできない。じゃあ結局もらえないってこと？うん。いや、これうまい。チェリオフルーツパンチ味ってのあったから、これ買ったら、想像の5倍トロピカルな味だったよ。うん。うん。うん。ああ。でも結局さ、かっぱ寿司じゃなくて、この半額弁当食えたからいいんじゃねと思ってきたんだけど。券も、クーポンもらいたい、もらえんだったらもらいたいけど。クーポン欲しいっすよね。半額クーポンは超嬉しくない。半額クーポンは欲しくないっすか。行ったらもらえるのかな。予約してないとダメなのか。もうメルカリ出てる。え、なに？かっぱ寿司の何？半額クーポンがメルカリ出てんの？どんだけだよ！え、てかさ、かっぱ寿司のさ、半額クーポンメルカリ出したって何なの？マジで。そんなん出してるやついんの？キチガイだろ、マジで。そんなのメルカリ出すなよ。バカじゃねえの。うん。まあ一応大食いな人の方がさ、恩恵は大きいだろうけどさ。やばくない？まあ、ただでもらったものをさ、いくらでも金に買えようっていうその根性。いや、普通に自分でかっぱ寿司食いちゃいいだろうって感じじゃない？無理、半額になるんだから。そんなの転売しだすと頭おかしいよな。あれか、なんか知り合いとかいっぱいさ、連れてさ、知り合いとかいっぱい連れて一人一枚もらって、それをなんかもう束で転売するみたいな。だってそんなのさ、いくらで買うやついんだよ。5000円？え、1枚5000円はないでしょ。何枚セットとかでしょ。1枚5000円なんか誰も買わないよ。だって1万円分買ってやっと元取れるわけじゃん。5000円なんか買うやついないだろ、だって。1枚5000円は食えない。そんな食えないよ。大食いファイターしか元取れねえだろ。フードファイターしか元取れないじゃん、そんな。うん。
お相撲さん企画、1週間お相撲さんの生活をするっていうね。毎日ちゃんこ食ってすぐ寝るっていう何キロ太るのみたいなね、うん、これちなみにピザマンです、うん、うん、まあうまいねうん。そしたらかっぱ寿司行ってみるか。かっぱ寿司行ってみますか。行くだけ行ってみようか。いや僕はね多分ね超腹減ってる状態から食べて限界まで食うと多分何皿だろう。まああのかっぱ寿司の一皿二貫のさ普通なサイズぐらいのだったら何皿ぐらい食えるかな。まあ10皿以上は絶対食えるけど、まあ15、6ぐらいなんじゃない。食えて昔はもっとな もっと食えたけど今多分食えて15ぐらいだと思う。じゃあ違う店舗のとこ行ってみます。あれやるサーダス、よし後ろにはなんかマイメロのやつ、あマイメロじゃないわ、シナモンの積んでるわ。シナモロールのくじのやつ。ひなさんスターマインをプレゼントしました。スターマイン、あーひなさんから来たー。おまいがおまいがおまいが、アラブの石油王、ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバック、サンバタジン、交換比率、スターマイン来たー、やったー、わーっしょい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 、やったー。ありゃす、スターマインが一番嬉しいからね、もらって。大晦日中央絶叫絶景団組合さん半額クーポンは、ふわっちで一番もらって嬉しいのがスターマインなんで。ユミタンさんは、あしょい爆笑。あやこうさん、所沢1号2号のセリアいいのにね。大晦日中央絶叫絶景団組合さん、運が良ければもらえる。星優秀、星さん、万歳、万歳。忍者さん、誰も乗れなくなります、ショー。うん、夜景さんさん、嵐、それあなたの主観ですよね。爆笑しようものは気ままに、さん安全運転で。星優秀、星さん、助手席に所沢乗せたら可愛いのに。じゃんけんポンさん、スターマインをプレゼントしました。ライトさん、席ドラッグ社長、いいよ。バンジャンさん、まだかかんの。こっちから行けなかったっけ。あれ、あれ、じゃんけんぽんさん、本当にスターマインた。じゃんけんぽんさん、花火来てるぞ。ハッピーハッピーさんが、昨日も来たベイシアだわら。シェインをソングテイクアウトしろよ。よいしょ。バンちゃんさん、ここ昨日も来たの。
いや。サブーンさんのぞみデンタルクリニックわら。シェインオソングガソリン代の無駄。あやこうさん言うと思ったわら。イントーアイズさんスターマインをプレゼントしました。本当かな本当かな。脳みそ中超絶叫絶定委員組合さん半額クーポンに群がる人たち。やばいね。なんかかっぱ寿司の半額クーポンが転売されてるらしいよ。メルカリで5000円ぐらいで。どんだけだよ。そんな買うやついんのかよ。20日快速さん嘘。夜間だ予算スターバイン嘘。嘘か。じゃんけんぽんくんのは嘘だってわかるんだけど。新さんローソンの弁当踏み買ったろ。シェインオソングセブンとファミマがうまいよ弁当は。疲労サンド田舎だだ。ベルセルクさん11時の動画もう上がってるわらわら。スリーピングさんかっぱ寿司9月24日金曜日一般2200円食べ放題の方が良かったんじゃない。ギャトジョン2200円で食べ放題なのにさ、5000円で半額クーポン買わないわな。じゃんけんぽんさんスコーひなさんがスターマインをプレゼントしました。え、ほんと？また？マルさん先生に通報済みだ震えろ。またすか？マジで？え？来てないか。ハッピーハッピーさん嘘。嘘か。ユミタンさん嘘嘘。ハッピーハッピーさんじゃんけんぽんさんわらわら。あやこうさんうん、せやけど切り抜き動画編集次第ではこいつが追い込んだように作れんこともないんじゃね。おばあちゃんさん花火をプレゼントしました。ベルセルクさんスターマインをプレゼントしました。うささんくまちゃん来た。くまちゃん。しんさん閲覧地味に増えたながら。くまちゃん。疲労さん裁判。うん。じゃんけんぽんさんアイテムアザマース。うん。やこさん今日は花火大会ですか。イエス。やかんだよさんふわくまきたよ。くまちゃんありがとうございます。くまちゃん後で確認します。サブーンさんくまちゃんよりパフェの方がクオリティ高かったよな。ひなさんくまきた。小垣短歌と思った。やこさんすごい花火。忍者さんコメント飛ばされた。よいしょ。気ままに3コメント飛ばされる時あるね。コメントが飛ばされる時がある。なんででしょう。やこさん飛ばされるね。なんででしょうか。新さんピークとかいうや
やつがうるさいので威勢がかかったんだろ。ヒロさんジープ、忍者さんスターマイン10個投げたのに、ハッピーハッピーさん棒読みちゃんの気分次第わら。イカハンさん閲覧400あるから米も増える。ヤコさん花火ナイス。忍者さんショー、いいよっと。おばあちゃんさん花火を投げてもお礼言われないもん。お前絶対投げてないだろお前。ベルセルクさん、ウトマサカズって誰？シンさんどこ向かってんの？ダメこじるさん、カッパライスし。じゃんけんポンさん受けるわ。ひなさんが花火をプレゼントしました。ハッピーハッピーさん米飛びすぎ。イントーアイスさん、ひなさん花火ありがとうございます。マジでやったー。ひなさんなんでやねん。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アラブの石油ウィンドウズビルゲイツソフトバンクサマジやったー。石油本当っすか。リーさんちょろいな。忍者さんいいね作ろうか。ショー暇なヒーローさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 じゃんけんぽん3連続アザマーアース。ベルセルクさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。イントーアイズさんスターマインありがとうございます。ハッピーハッピーさんパーティーフェイスどうにかしてよ。じゃんけんぽんさんスターマインアザマーアス。オセロドリゲスさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 アック696三赤信号ナンバーワンエスターマイン充填中私たちは赤信号ナンバーワンにするための準備をしている。ひなさん読み上げ切れないのかな。読み上げは切ることはできる。忍者さんはあうるさい。ただハッピーハッピーさんコメントもアイテムも何もわかんなくなるけど。弓炭さんうるさすぎ。気ままにさん。じゃんけんぽんさんスコーやこさんほんときた。イントーアイズさんマジかよ。そぼろ飯さん運営さんうまく読み上げ機能の調整できないのかな。絵文字規制とか。ハッピーハッピーさんあーやかんだよさあん。カエルさん埼玉は雨か。夜景さんさんピロピロ嫌なら見なきゃいいのに爆笑。シンさんまだピロピロ笛いるのかよわら。コアラの顔さんおはよう。あやこうさん子供部屋の中でカッパサラの出現に怯えて揺れながら雑談配信する自称配信業。